はい、こんばんは、あきらです。今日はですね、中学受験初心者向け Q&A ということで、ちょっといつもとね、違って、これ、4月、2月か、2月からね、新4年生になって、数ヶ月経って、ちょっと思ってたのと違うっていうふうに、思ってる人もね、いると思うので、ここで一度ですね、こういうスペースもやってみたいなと思って、開催しました。よろしくお願いします。はい、中学受験初心者向け Q&A、 まず一つ目ですね。テストの復習時間、多分テスト直しっていうことだと思うんですけど、その時間が取れないっていうお悩みですよね。で、まずは時間を増やさないといけないので、習い事の整理ですよね。4年生だと結構いろんな習い事をしてる人いると思うんですけど、子供はね、そういうの好きでやめたくないっていうんですが、やっぱり疲れちゃったりもするので、親御さん優先で、時間を整理してあげるといいのかなって思います。で、あとは、科目の優先順位ですよね。全科目直すっていうのはちょっと厳しいかもしれないです。だからその場合は、算数だけやる。で、30分だけやるとか、そういうふうに優先順位思いっきり、もう選択と集中ですよね。それでもやらないよりいいと思います。で、あとは優先順位を上げるためにやる日を決める。例えば、土日に受けたテスト、月曜日に結果が出て、月曜日に塾がない人は月曜日、ある人は火曜日っていうふうにもうやる日を決めて、もう30分はそのテスト直しを優先的にやると。で、一番言いたいのはその後ですね、正答率で区切る。これは試験結果が出た後じゃないとできないんですけど、特に算数は正答率で区切るっていうのを進めたいです。で、これはですね、子供は正答率全く見ないですね。なので、ここでお父さんお母さんの出番で、正答率を、テストに書いてメモしてあげるとか、直しをすべき問題をテスト用紙に印をつけてあげるっていうのがいいと思います。一番大事なのは正答率で区切ることです。例えば、日能研の場合、上位クラス、M クラスっていうんですけど、これ正答率30%以上はできてほしい。将来的にはできてほしい。A クラスは50%以上はできてほしい。問題です。なので、そこを丸付けしてあげて、集中的に復習していくと。ただ実際は50%、正答率50%の問題っていうのも、実際は難しいですよ。実際は。だから問題数5問とか、そういうふうに問題数で絞ってあげるっていうのも手かなって思います。5問ぐらいだったら、30分、1問6分できるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、次は親御さんに言いたいことなんですけど、こういう、放送とかを聞いて、よし、じゃあテスト直しするぞって言った時に、やっぱりすべて直したいっていう気持ちになっちゃうんですよね。当然、やらないよりやった方がいいんですけど、無理なんですよ、それは。これすべて直したい、完璧にやりたいっていうのは、これ罠です。ですから、その罠にはまらないように注意。結局、時間ばっかりかかって遠回りなんですよね。ですから、もうこれは積み重ねなので、続かないと意味がないんで、一回だけ素晴らしいテスト直しが出ても、一回無理してやっても、それは絶対続かないんですよ。だから、毎回できるように、5問に決める。でも、それ1年間やったら結構な、量じゃないですか。あとは、テスト用紙とか裏紙にやるんじゃなくて、できればノートにやるといいですよね。やっぱりね、何回かテスト直しした方がいいです。忘れます。人は忘れます。一回ぐらい直ししたんじゃ。だから、どこの何の問題やったとか、正答率とか、ノートに記録しておいて、また次じゃちょっと夏休みにやってみようかとか。反復した方がいいでしょうね。はい。というわけで、テストの復習時間が取れないの質問は、まず正答率で区切ると、すべて直したい罠にはまらない。これがポイントでした。じゃあ次ですね。次もね、結構多かった質問なんですけど、質問のタイミング。先生にね、質問するタイミングがわからんっていうことで、時間帯とか場所なんですけど、
まあ、まずは質問の箇所を明確にしておく。これがすごい大事です。先生先生質問質問って言ってって言うと結構ここは、まあ、お互い時間のロスになっちゃうので付箋をつけておいてあげると。あとは 1,2 問に絞る、うん、まあ、10問とかねやっぱね現実的じゃないですよね。先生も大変だし、まあ、子供もそれを吸収して家に帰れないです。ですから、まあ、そこは欲張らずに数問に絞りましょう。結局身につかないのでたくさん聞いてもそれやってないことと同じだから問題数を絞ると。で、あともう一つは質問することを目的にしない。別にね質問できなくてもいいんですよ。うん。これ結構質問するっていうことはハードル高いですよね。うん。で、私がよく言ってるのはやっぱりテストの結果が上がるとやる気湧いてくるわけなので、まあ、解説見てもわからない問題っていうのは、まあ、それを質問に行きたいんだと思うんですけど、解説見てわからないっていうところに実は問題があって、その問題以前の前段階で多分原因がある可能性があると思うんですよね。だから先生は多分そこからちょっと遡って、あ、じゃあこれわかってる、これわかってるって確認していくことになるんですよ。だからもしそういう場合にはちょっとそこでそれ以上先の問題に行かないで、もう一回その前をもう一回復習してみる方が、かえってねいい点数出る可能性あると思いますよ。うん、これもさっきの全部直したいっていうのと一緒で、宿題であっても、まあ、例えば3問連続で分かんない問題があったらそれ以上先には行かないで止めて、その前半部分を、まあ、もう一回2周するとか、まあ、その方がかえっていい結果につながるんじゃないかなって思います。なので、まあ解説を見て分かる問題を増やす。自分でやってみて、あ、間違えたなって解説を見たら、あ、分かったっていう問題を印をつけておいて、それを何回もやる。多分ね、そういう問題じゃないとテストの時できないと思うんですよね。自分一人の力では。で、あとはミスをなくす。まあ、この二つに注力していくと結果につながります。だから結果として質問できなくても、まあ別に全然大丈夫です。で、あと質問のタイミングですけど、まあ授業前でもいいと思うんですけど、自分は結構授業前バタバタしてるんで、まあ、授業後のが嬉しいですね。私も毎週やってますけど、授業終わった後、質問ある人って言って、教えることもあります。テキストの問題とかね。授業でやった問題をもう一度解説してほしい。まあそういう子もいます。まあ結構これは、一回聞いてもわかんないけど、何回か聞くとわかるってこともね、大人と違って子供はね、あるんですよね。一回だとなんかピンとこないんですけど、言い方変えてあげたり、ゆっくり説明してあげたりすると、ああ、わかったわかったみたいなことは結構あるので、まあそういう問題は質問するといいですよね。うん。で、反復が大切ということです。で、まあ、テストの本当に後半の問題の書き出しとか、すごい正答率が低い問題で時間がかかる問題を、まあ授業後のちょっとした時間でやるっていうのはね、ちょっとね、難しいですよね。うん。15分とか20分とか一人の子に解説するっていうのはなかなか現実的じゃないんで、まあそういう場合はちょっと預かって、まあ解説書いてあげたりとか、後日ね、改めて解説するよとか、まあそういうふうにすることもあります。まあ長い目で見てあげるといいんじゃないですか。もう今日中に何とかしなきゃいけないっていう、明日入試ですとか、そういうことはきっとないし、まあ明日テストですっていうことはあるかもしれないけど、うん。でもまたいつかね、その問題出てくる可能性もあるわけだから、まあ長い目で入試までに解けるようにすればいいっていう気持ちでいくといいかなと思います。はい、次ですね。9-3。一人で計画的に取り組むにはどうしたらよいか。まあ、スケジュールに関しての質問もすごいたくさんあるんですけど、まあ、これはね、私の動画とかでも、スペースとかでもちょくちょく言ってますけど、まあ、トゥードゥーリストを作る。まあ、これに限ると。これがもうおすすめです。まあ、ノートに作ってもいいし、Excel とかで管理してもいいと思いますし、ホワイトボードとかにね、書いてあげてもいいと思うんですけど、まあ、やったことを消し込みする。まあ、これやっぱりやる気につながりますよね。で、まあ、例えばこの間の保護者会で言ったのは、お父さんお母さんお買い物行くときに、買い物メモを作ってるかどうかっていう話をすることがあるんですよ。で、買い物メモ作らずに買い物行くと、やっぱり効率悪いですよね。買い忘れたり。まあ、例えば野菜から買うじゃないですか。
で、後半で、まあ、牛乳とかヨーグルト買って帰ろうかなって思った時に、あ、野菜のあれ忘れた。もう一回戻んなきゃ。まあ、これ効率悪いですよね。で、勉強も同じなんですよ。やることを明確化してないと効率悪いんですよね。やったこと、やることを、やってないことを忘れちゃうんですよ。うん。で、やってないことを忘れてるんで、やったって言うんですよね。やったと思ってるんです、子供たちは。ですから、リスト化して消し込みをしていくっていうルールを作るといいと思います。あとは、まあ、注意してほしいのは回答の管理ですよね。まあ、これはどんな子でも、まあ、やっちゃう可能性があります。例えば、テストで、テキストで、回答で、解説と回答が一緒の時は、回答のところに、略って書いてある時があるんですよね。で、子供のノート見ると、回答のところに略って書いてきてるってことがあるんですよ。もうそのまま映してきてるんですよね。まあ悪気なく。分かっちゃいますからね。うん。だからまああまり意味がない。お互い意味がないので、まあ、量を減らしてでもいいんで、自力でやるようにした方がいいかなって思います。はい。あとはまあご褒美作戦とかね。まあこう、飴と鞭を繰り返しながら、まあ一人で勉強できるようにしておくといいかなと思います。うん。あとは目標を決める。目標があると頑張ろうっていう気持ちになるんでね。これちっちゃい目標ですよ。達成可能なもの。小さな成功体験がこれ大切なので、ちっちゃい目標を決めてあげましょう。次のテストは前回より5点アップしようとかね。ちょっと頑張れば超えられるような目標を決めると頑張ろうっていう気持ちにね、きっとなると思うんですよね。すごい壮大な目標だと、ああ、もうダメだって思っちゃうんで、あと一歩で超えられるような目標。それを親子ともに決めてご褒美作戦とか、作りながらやると頑張っていけるんじゃないかなって思います。で、やる内容も難しすぎるから多分嫌なんですよね。だからちょっとハードル下げてあげて計算とかも、まあ、もし難しいんだったら一つ前の学年のものからやってみるとか、そういうふうに変えてあげるといいかなって思います。はい。じゃあ、だんだんちょっと質問のレベルが上がってきましたね。まあ、公開模試、まあ、範囲がない広いテストの対策、どうしたらいいでしょうかっていうことなんですけど、まあ、今まで習ったものから出るってことですから、まあ、まずは直近のテスト直しをもう一回やってみるっていうのがいいんじゃないですか。で、さっき言ったように、仕分けを日頃からしておくっていうことが、これがですね、もうめちゃくちゃ大事です。ですから、テストに印をつけておく。5問なら5問、見直しすべき問題に印をつけておく。で、それがあれば、公開模試の週に、ああ、じゃあ、回の、5問もう一回やってみよう。まあ、多分忘れてると思うんですよね。でも、忘れてるっていうことが分かればいいじゃないですか。ね。あとはテキストのやり直し。これテキストに関してもそうです。ちょっとできなかったなとか、あ、苦手だなっていうものを日頃から仕分けをして印をつけておくんですね。グリグリしときなさいって私よく言うんですけど、問題番号グリグリこう丸で囲っとけばいいんですよね。で、あとはまあ、どうしても市販の問題集やりたいっていうんだったら、三国出版から基本問題シリーズっていうのが出てまして、これ正答率によって過去のテストに出された正答率によって、レベル分けされてるんです。確か A 問題とか B 問題とか。で、4、5、6年生用があって、算数、社会、理科、3科目あったと思います。ですので、これやってる子はね、時々いますね。うん。まあ、よく出る問題が載ってる問題集、よく見る問題が載ってる問題集なんで、ちょっと量やりたい人にはいいかもしれないですね。で、あとは、その模試が終わった後、またテスト直しやることです。これが大事で、また出ます。で、また間違えるんですよね。だから、大事なことだからまた出るんですよ。なので、間違えた後直しをしっかりやるっていうのが次のテスト対策になっていきます。うん。で、振り返りをしっかりする。で、これね、言葉に残しておかないと忘れます。人は痛みはもうすぐ忘れます。月1回ぐらいだったら忘れていきます。うん。だから、その振り返り失敗を次回に生かすために、まあ、親子で、まあ、どうしたらできるようになるかなって前向きな相談ぜひして、それを書き留めておくと。まあ、入試以外は小テストなんだから、間違えていいんだよ。まあ、そこですよね。で、ミスを減らす。これもポイントですね。まあ、なぜミスしたのかっていうところをね、まあ、パターン別に、まあ、リストアップしておくといいと思います。で、その次のテストの時に見てから行くといいと思います。それをね。
はい、では次です。自習室の使い方なんですけど、これはちょっと難しいんですよね。まあ、実は今、塾の生徒数すごい増えてきてて、まあ、自習室がないっていう教室とか、曜日、私の教室もあるんですけど、出てきてます。なので、まあ、ない場合はしょうがないですね。で、あとは、ある場合は、まあ、使うのいいと思うんですけど、まあ、低学年だとやっぱり難しいです。なかなかね、一人だと。で、まあ、やることを明確化するっていうのが、まあ、一番大事だと思うんです。で、次に、作業系にする。まあ、計算と漢字とか、まあ、やればできるものにしてあげないと、やっぱり、厳しいですよね。そこで難問やりなさいとかっていうのは、なかなか低学年だと難しい。高学年になってくるとできると思うんですけどね。で、あとは、合う、合わないはあります。やっぱり嫌だっていう子もいるし、寂しい。ね、知らない人の中でやるの嫌だ。まあ、そういう子もいるでしょう。そういう場合はお家でね、やるようにした方がいいかなと思います。はい、じゃあ次ですね。まあ、国語の質問っていうのも結構ありまして、まあ、特に記述が空欄なんですと。で、どうしたらいいでしょうか。まあ、4年生ぐらいですよね。まあ、試験時間が短いんで、時間が足りないっていうケースもあるでしょう。なので、まあ、時間延長法、これ過去問でもよくやります。家でもう一回ちょっと時間上げて、まず書いてみると。だから、時間があればできんのかどうか、時間があってもできないかどうか、まあそこを仕分けしといた方がいいでしょうね。で、時間があって書けるんだったら、まあそれはそれでよしと。で、親御さんが見てあげてもいいし、まあ先生にね、時間延長して家でやってみました、つって先生に、見てもらってもいいんじゃないですか。付箋書いてお願いして。で、あとはまあ親子で一緒にやってみると。まあ、大人の手が入んないと難しいかもしれないですね、国語は。で、その時復習する時も、まあ、正答率を見てあげるといいと思います。あともう一つ肝心なのはここですよね。それ以外を固めるっていうことですよね、まずは。まあ、漢字語句、音読、黙読とか、それ以外、まあ、まだ4年生なんでね。それ以外を固めると、記述のためのボキャブラリーも増えていくし、記述の時に漢字ミスしなくなるかもしれないし、あと音読黙読家で一生懸命やれば読むスピードが速くなって記述の時間ができるかもしれないし、だから記述のためにもそれ以外をまずしっかり固める、まあ、そこも大事な視点かなと思います。はい、じゃあ次ですね。クラスアップの方法っていうことなんですけど、まあ、結局上のクラスに行って授業についていけないって意味ないんですよね。ですからまず一つ上のクラスの平均点を目標にするっていうのがいいかなと思います。あとは相対的な数字だけを追いかけない。まあ、もしその自分が頑張ってもみんなが頑張ってたら、まあ、達成できないものを目標にしちゃうと、まあ気持ちが折れちゃうんですよね。そうすると早い段階で中学受験暗礁に乗り上げます。例えば偏差値。まあ、これ平均点高いと偏差値って出ないです。あとは順。まあ、自分が頑張ってもみんなが頑張ったら、まあ、順位はそんな良くないですよね。だから自分はダメなんじゃないかって思っちゃうんですよ。だからクラスも相対的なものですから、上がんなかったら自分は成長してないんじゃないかって思っちゃうんですよね。だからそういうものをあんまりメインの目標に据えちゃうと頑張れない。だから例えば点数、これはみんなが頑張っても自分は点数上げることできますよね。前回のテストより5点アップした、これ大事なことです。できるようになったことを確認する。前回までは分配法則使えなかったけど使えるようになった、小さな変化を確認する、まあ、これをお父さんお母さんにお願いしたいです。小テストの点数、まあ、漢字テストとか、まあ、そういうのでアップしてるかどうかを確認してあげたいです。で、その先にクラスアップがきっとあると思います。大事なのは、まあ、過去の自分との比較だから、 Excel とかで管理してもいいと思うんですけど、前の月よりもできることが増えてるっていうのを見てあげてください。で、クラスアップはあくまでも中長期目標というふうに考えていきましょう。はい、だいぶ進んできました。8番目ですね。毎日どのくらい勉強時間を取ればよいのかっていうことで、まあ、これは非常に難しい質問でして、まあ、例えば私計算テスト授業中やってるんですけど、早い子と遅い子倍時間違うんですよ。5分と10分
ぐらい違うんですね。だから一概にもう個人差があります。ただまあそれだとね答えにならないで、昔調べたことがあって、そこに書いてある小6になってぐんと伸びる子がぐんと落ちる子っていう本に全部載ってるんで、よかったら見てほしいんですけど、あの電子書籍なんですけど、4年生週末にテストありの週7月上旬ということで、そこにあの資料にも載せてますけど、結構勉強してるなって思いました。1週間で10時間ぐらいみんな勉強してるんですよね。であとは計算と漢字、これもやっぱり毎日コツコツやってると1週間でかなりの量、まあ1時間以上、90分とか2時間ぐらいの時間にはなります、まあ、結構やってんなって思いました。うん、だからこれ一つ目安にねして、あの組んでもらってもいいのかなとは思います。あとは勉強やってない人はもうダメだって思う必要なくて、あのやれば上がるんで、勉強は伸びしろがあるって逆に思ってください。うん、でこれ勉強もですね、訓練で最初15分でも5分ずつ徐々に慣れてくるし、まあ、さっき言ったトゥードゥーリストですよね、そういうのを作っていくとスピードアップしてきますんで、あのあと、まあまあ、正しい勉強法ほど成果ってすぐ出てこないんですよ。時間がかかるんですよ。まあ、ズルとかしてないわけですから。ズルとかしてればね、すぐ点数上がりますよ。でもしてないんだから、正しい勉強方法っていうのは結果が出るまで時間がかかるんですよね。だから続けることです。まあこれは先生たちも言ってます。あ、それはもうあとはもう続けることだね。まあその通りなんですよね。で朝の計算も1週間やればかなりの時間、これ見ていただくと分かる通り、うん、113分とか90分ってなってますよね。これ1日でやるのはもう無理ですよね。だから小分けにどうかしてあげて、1週間朝計算やりましょう。これも喧嘩しちゃダメですよ。ね。朝やんなきゃダメなんだって言って、朝喧嘩しなくていいんですよ。朝できる子はやった方がいいと思いますけどね。はい。じゃあ次、志望校はいつまでに決めればよいかっていうことなんですけど、まあ5年生の12月ぐらいには志望校調査って多分やると思うんで、それまでに決まってるといいかなって思います。で、まあ学校見学行ってる人はですね、これ実はね、すっごい行ってます。で、上位の心言ってます。やっぱり意識が違うのか。かなり言ってますね。うん。で、6年の6月、まあ今ぐらいの時期に日特を決めるので、まあ上位の子たちは、やっぱり学校名がある日特に行くこともあるから、そこである程度決めて、まあ最終的にはまあ11月中に決めればいいんじゃないですか、6年の。12月1日から埼玉の出願。1月10日から都内の出願です。だから、あとは塾にね、相談して、わかんないときは。あと、前にもちょっと言ったかもしれないですけど、合格短冊とか合格実績ですね、その教室の。まあ、それ見ると、あ、こんなとこ先輩たち受けてるんだっていうのがわかるんで、一つヒントになるかなと思います。で、まずは近所から、行きたいとこから見に行くといいんじゃないですか。で、説明会予約で取れないっていう場合には、まあ、学校の前まで行ってみるとか、まあ、受付が空いてればそこで資料をもらうとか、あとは、まあ時間がないときはホームページ見るとか、ホームページにもね、今ね学校によってはすごい充実してるんで、動画があってあったりとか、まあそこから資料請求できたりとか、まあそういうのもあるし、あのホームページこそ学校のなんていうのかな、温度わかりますよね。私結構情報公開してる学校がやっぱり好きなんですよね。やっぱり受験生生徒保護者の、まあ、立場に立ってるなって感じるんで、ホームページが見やすい、まあ、それも結構学校の学校選びで大事なポイントかなと思います。はい、じゃあ次ですね、ちょっと耳が痛い話なんですけど、うん、まあ、中学受験を断念するタイミングはあるのか、いつかっていうことなんですけど、やっぱり子供が嫌がることもねきっとねあるでしょう、まあ、特に今の時期ですよね、うん、学校行事があって子供が浮かれているとか、うん、あとゴールデンウィークでゆっくりできたんだけど、もうこっから祝日っていう祝日、まあないんですよ、夏休みまで。で、あと、今日も暑かったですけど、暑いですよ。疲れるんですよ。もう小学校で全力で遊んで帰ってくると。だから嫌がったり、眠いとか、始まるんですけど、これね、何度かやっぱりね、チャンスは必要ですよ。うん。相手は子供なんで、お父さんお母さん、隙を作ってあげないと。毎回もうそれは隙がないと子供も息詰まりますから、ちょっと許してあげるタイミング。まあ、つまり、塾休んだり遅刻したりする日があってもいいんじゃないですか。前、あの、X に私ポストしましたけど、あの、宿題が終わらなくても大丈夫。
宿題が終わらなくてもちょっと付箋でちょっと事情があってできませんでしたって書いてね、行くとか、遅刻してもできる限り行くとか、うん、白か黒かじゃなくてグレーであっていいと思うんですよね、うん、でその時々子供は言うこと変わるんで、またちょっと待ったらやりたいって言うかもしれないし、チャンスは必要です。であとは親が我慢するのが成功の秘訣で、まあ、結局お金出すのは親御さんですから、親が我慢できなかったらもう無理です、それはね。うん。でも結局また次来るんですよね、すぐね。高校受験が。うん。だから、まあ、なんとか我慢できるところは我慢して、お父さんお母さんが中学受験以外にぜひ趣味を見つけてあげるといいかなとは思います。であとは理想を追い求めない。まあ、こうやるべきだって思うかもしれないけど、その通りには絶対ならないんで、うん。ここも隙を作ってあげてください。割り引いてあげてください。許してあげるっていうことがね、まあ、ある程度大事かなって思います。続かないです。2月1日を迎えられないです。そんなに今から全力疾走でやってると。だからまず大事なのは、2月1日に入試に行けるかどうかってことですよね。そこまでたどり着けるかどうかっていうことが、まあ、大事なんで、その前にね、やっぱやめちゃう子っていうのももちろんいるんですけど、うん、まあ、ある程度隙を作ってあげるといいと思います。まあ、つまり、テイクイットイージーですよね。で、まあ、人生においては、まあ、壁っていうのがたくさんありますから、まあ、それがね、初めての壁が就職活動の時だったら多分遅いと思うんですよ。そこから挫折で乗り越えるって一人でやっていかなきゃいけないし、難しいじゃないですか。だから、まあ、早い段階でこう壁にぶつかって、で、親子で一緒に乗り越える練習をすると。うん。まあ、そういう中学受験はいい機会かなって思いますので、二人とか三人で考えていけるじゃないですか、一人じゃなくて。で、一緒にいろんなこと話し合える、こう、時間も作れるじゃないですか。ね。だから、それでいろいろ話し合いながら、問題点とか課題を見つけて、それをクリアしていく。まあ、そういう壁をね、乗り越える練習になると思いますんで、頑張っていってほしいなと思います。またね、こういうの機会があればやっていきたいと思うんですけど、今日はね、30分ぐらいですかね、お話しさせていただきました。また何かあればね、感想とかあれば教えてもらえると嬉しいです。はい、週末またテストとかね、頑張っていきましょう。今日はこれで終了します。お疲れ様でした。ありがとうございます。Thank you.